やべ、うおす、やば、もう100キロやば、これは。いやー楽しいね。さてこっから、C1 外れましたので、常磐アウトバーンに、入ってく道中に切り替わりますか。割とエンジンブレーキが効くんだよな。多分快晴だと思うんだけど、結構アクセル離すと割とね、なんかエンジンブレーキっぽいのがかかるんですけど、先代のノートイーパワーはね、ワンペダルって言ってね、完全停止までね、サポートしたんですけど、今回はね、完全停止までいかないらしいんですよね。ちょっと僕、まあ、テストしてないですけど、まあだから本当にエンジン車のような感じに変更したってことですよね。確かにね、ちょっと仙台イーパワーはね、なんか過去の動画で載ってますけど、あれなんですよね、なんか渋滞でノロノロしてる時には確かにワンペラいいんですけど、バックライトって何ですかね、ブレーキランプがね点滅しないんですよ、0キロになったとしてもね。だからね、後ろの車なんかね気づきにくい感じはありましたね。なんかやべえなこれ本当に楽しいわこれ、何このキビキビが、初代アクセラがいます、やばいわ、楽しいね。しかしこの音回りはね、バンダイナムコが共同開発したって言いますけど、どこら辺がどこら辺なんでしょうね、もうこの聞こえる音全部なのかな。確かにキックスにはなかったような音だったような気がするし、でもなんか忘れちゃったな、なんかどうだったかな。まあとりあえずバンダイナムコ感が出てると言っときましょうか。いやーほんとね楽しいね。なんか普通にプロパイロットついてるんですけど使いたくないっすよね、ここまで楽しいと。スポーツモードですよ、うん、いやー、いや隅田川沿い桜が散っちゃってるねあー散っちゃってるか桜がね、残念無念。いやしかしね、電子バックミラーはいいですね、しっかり見えるな、解像度上がってる感がありますね。
結構ね、レクサス ES のね、電子サイドミラーとかはね、ちょっとね、解像度っていうか、解像度かな、リフレッシュレートかもしんないな。なんかね、そう、やっぱちょっとね、リフレッシュレートをやっぱもっと 60p、120p とか上げてほしいっすよね。なんかあのソニーの一眼みたいな、一眼のファインダーみたいな、電子ファインダー、ソニーはね OLED のね、割とあれかな、 120p とか 240p とかかな、ソニーはあのレベルまで行くと結構なんかなんでしょうね、ヌルヌルしてるというかリアルになるんじゃないかなとは思いますね。じゃああれか、まあシャッタースピード早めたところで夜間とかね厳しくなっちゃいますよね、多分真っ暗になっちゃうかな、そこが難しいっすよね。うい、うお、いいね。お、音がね、なんかちょっとそんなにセクシーじゃない感じですけど、でもね、やっぱなんか加速感がすごいからそれで満足しちゃうのかね、いや不思議だね、ほんと、ほんと。いや、ほんとキビキビしてるわ。日産的なのないのかな、それは。これは、ね、いやー、ほんと合流が楽ですよね。本当にグイグイグイ行くからね、本当ね。高速だと今エンジン動いてますけど、そんなにあれかな、エンジン音は聞こえないかな。
ビキビキしてるな。うお、フェリーで行くのかな。
アラリーゼ、フェアレ、フェアラディじゃねえや、フェアレディゼット。しかも、レンタカーだね、バンナンバーナンバー。さ、日産レンタカーって、そうだよな、フェアレディゼットとかレンタルしてんだよな。そうだね、やろうやろうと思ってね、フェアレディゼットとか、ノートニスモとかね、あと、ちょっとコロナ前にやったんですけど 400R とかね、スカイラインのあれをね、いつかちょっとまたレンタルしてみたいんだが、ちょっとまだその機会がなく、あとね、こんなノートはね、すごくパワーアップしてるんでね、なんかあれっすよね、日産さん頑張ってほしいっすよね、ほんとね。今年2020年に出んのかな、フェアレディ Z のね、新しいやつ。そういうのとかもね、頑張ってほしいっすよね。さあ、ついに来ました。ついに来ました、料金所。フル加速のお時間でございますよ。しっかりクリープが働くね。クリープじゃないや、エンブレ結構働くね。もうここまで、はい、やばっ、おおおお、ビシッとなるね、ほんと。うわ、やばっ、何このテスラ感やばー、テスラ感やば。背筋があれだね、体がほんと座席に押し付けられるね。 G がすごい。おお、ライズのカーシアかな、あれ。ライズもね、ほんとね、うちのチャンネルの動画はね、ほんと1年以上経ってもまだライズがね結構人気なんでね、びっくりしちゃうよね、ほんと。お、久々に見るな、マツダビアンテ。ビアンテもな、ちょっとな、一回乗ってみたいんだよな。マツダがなんでビアンテっていうかね、やめたか、ミワンをね。っていうかね、うちの動画でもね、プレマシーのね動画割と人気なんですよね。なんかね、これいい車ですってコメントがね結構入ってきたりなんだり。お、ヤリスクロス、ヤリスクロスもあれだね、うん、人気だね。いや、 GR ヤリスのね、あれなんだっけ、 RZ でしたっけ、マニュアル車のね GR ヤリス、一応5月に、試乗を予定してますんでね、乞うご期待って感じですね。あれは絶対面白いだろうな、ほんとな。あれはあれで。まあ今日のこのノートね、乗る鍵だと、まあこの、別にね、この、なんでしょうね、一般的な価格のね、なんでしょう、なんか GR ヤリスみたいなね、限定車ってわけじゃないんだけど、なんかね、普通にちょっと家族感とか楽しいから、これはこれでなんか十分かなって思う時ありますよね。あれだな、競走馬にまた追い越し、追い越されるな。競走馬攻めるね。
千葉インターがもうあと1キロなので、そうなると、100キロ区間のお出ましでございますね。ですよ。ちょっと前が詰まっちゃってるから出せませんけど、サービスエリアに入りましてね、またちょっとフル加速を堪能しましょうか。今日は横風がちょっと強いね。本用ボーイ競走馬輸送中。本用ボーイってどういうこと？紅葉お、仙台ノートが目の前にいらっしゃいますね。いいパワーかな。久々に来たのこっちのもんな。あー結構あれだね、割とエンジンブレーキ効くんだね。結構効くねエンジンブレーキね。
けえな、ハイオク173。高速ではなかなかちょっと入れられないね。よし、出番。うお、やべ、うお、やば、もう100キロ。やば、これは速えな、やっぱ。これすごいね、楽しいわ。やっぱ電動は電動でね。いや、前の車はヤリスだね。ヤリスの赤がいいね。赤はいいね。なんかツートンって感じがいいね。とりあえずね、まあエンジンはかかってんだけど、まあ高速域だと気にならないですよね。まあロードノイズがね結構大きめっていうのはあると思うんですけど、うお、この加速、もう加速がめっちゃ楽だわ。センターに割とガチッと決まっててね、いいですね。疲れない。走りのことばっかね話したんであれですけど、結構ねインテリアもね、まあでもね結構質感高い感じはしますよね。まあなんかちょっとプラスチックな感じは多々あるんですけどね。そうね、まあ液晶のね、なんでしょう、メーター系類はね普通に見やすいですしね。ナビもまあでかいし、うん、プロパイロットもまあね、ステアリング系も押しやすそうな感じですしね。スピード割とね出しても安定してるってところですよね。それはすごいな。
小雨降ってんのに前のロードスター開けてて大丈夫かな。常磐道着ないから改めて思いますけど、いやー快適だな常磐道って、ほんと快適だわ。そりゃもう E クラスもね快適ですよね。今過ぎ去りましたけど、
かなか回生ブレーキいい感じ効くね、ほんと。よし。お、結構混んでるね。意外とやっぱり、もうお昼時だから、混んでますね。後ろ下がる。うん、こんなもん。はい。うん。現在 22.2kl かな、燃費計のね。おお。最高値 63.2 ということで。ございました。